今週の USN レポートは、ガラスアーティスト、矢田裕子氏による展覧会の模様をお送りいたします。今月6日より、日本ギャラリーでは、ガラスアーティスト、矢田裕子氏による展覧会、日展誌が開催されました。樹脂系絵の具で彩色した3枚の特殊ガラスを重ね合わせ、光を当てることによって色彩を透過させ、1枚の絵画に仕上げていくガラスアート。この独自の技法を生み出した矢田裕子氏は、この分野では現在世界で唯一のアーティストです。矢田氏は、風の香り、雨の彩り、水の姿、そんな形のないものたちをモチーフに制作を続け、冷たくて硬いガラスに命を吹き込み、柔らかいぬくもりあるものへと生まれ変わらせました。矢田氏が使用しているガラス、スターファイヤーは、鉄分が普通のガラスの10分の1以下しか含まれていないため、ガラス特有のグリーン色による色の歪みがなく、透明度が非常に優れています。そのため、ガラスの厚みや枚数に関係なく、彩色した色をそのまま鮮やかに映し出すことができます。世界中を太陽で照らし続けたいとの思いから制作された本展の代表作、日展誌。作品を通して一人一人の心の中に温かい光を届けたいとの思いは、矢田氏の制作の原点となっています。本展では他に25点の作品が展示されています。また、世界各国の砂を使用した2メートル50センチのガラスの道、ピースフルワールドは今回見どころの一つです。ガラスアートを始めたきっかけについて教えてください。もともと油絵を勉強してたんですけれども、その時にステンドグラスを趣味でやっていて、で両方を合わせ持った何かができないかなと思って、ガラスに描き始めたのがきっかけです。代表作の一つ、日展誌はどのようなインスピレーションを受けて制作されましたか？去年の今頃なんですが、初めてニューヨークに来た時に、この柄を見て、世界中をこの太陽で照らしたいと思って、大きな太陽を描きたいなって思って描き始めました。はい。ピースフルワールドという作品には世界各国の砂が使われているということですが、この作品にまつわるエピソードをお話しいただけますか？はい。ニューヨークで個展ができることが決まった時に、アートを通して平和のメッセージを伝えたいということで、皆さんに呼びかけをしたんですね。そしたら出張先とか旅行先から少しずつ皆さん大変な思いをして砂を集めてくださって、サハラ砂漠とか、ニューカレドニアとか、もちろん日本、アメリカあるんですけれども、あとヨーロッパは、イタリアとかドイツの砂を集めてきてくれました。でこの作品はもうみんなの思いが一つになった作品です。テレビをご覧の皆様にメッセージをお願いします。少しでも温かい気持ちになって帰っていただければと思っています。ぜひご覧ください。よろしくお願いします。ガラスと光、そして豊かな色彩が織りなす美のシンフォニー。本展は来週12日まで開催されています。日本クラブギャラリーへのアクセス方法については、ご覧のインフォメーション、または USN ウェブサイトでご確認ください。